は広島県呉市にある荒井烏子島という公園にやってきたよ。夜景が綺麗な港だな。かつてこの港に呉海軍工廠という日本海軍の工場があって、有名な戦艦大和も呉海軍工廠で建造されたんだよ。戦艦大和はここで生まれたのか。歴史に興味ない私でもロマンを感じてしまうぜ。今の呉には海上自衛隊の施設が建てられているほか、かつての工場群の名残なのか製鉄所などの工場が多数あるのだ。だから自衛隊の潜水艦が停泊しているんだな。今回は夜の荒井烏子島を歩いてみようぞ。荒井烏子島は呉港の一角に設置された公園なのだ。路地を意味する荒井と、かつて呉港に存在した烏子島が名前の由来だぞ。かつての日本海軍を思わせるモニュメントが残されているのだ。この赤の部分が荒井烏子島だ。約300メートルの遊歩道を歩けば、かつての日本海軍に思いを馳せられるよ。遊歩道を歩けば見落としなく見学できそうだぜ。初心者でもわかりやすくていいな。まずは潜水艦桟橋の門柱だ。かつては日本海軍の潜水艦、今は自衛隊の潜水艦が使用している桟橋だ。自衛隊の施設だけあって有刺鉄線めっちゃ巻かれているぜ。本当はもう一組の門柱があるんだけど見落としてしまったぞ。薄暗いから仕方ないね。道路を挟んだ向かい側には海軍施設跡の赤レンガ遺構があるよ。今は民間利用されているんだな。こちらは大砲のモニュメントだ。これって本物なのかな。なんか傷があるから本物の砲を加工してモニュメント化したんじゃないかな。大砲は一つじゃなくて3つ並んでいるぞ。この大砲はさっきよりも損傷が多いな。この花瓶みたいなのはなんだ。これは経線柱だよ。船と経線柱をワイヤーで繋いで船を固定するんだ。日本海軍が使用した経線柱が今も残されているよ。この経線柱で海軍の軍艦が経由されていたんだな。これまたロマンだぜ。アレイカラスコ島の締めとなるのが魚雷積載用クレーンだ。暗くて見にくいがめっちゃ大きいのはわかるぜ。このクレーンは英国製の15トンクレーンで、魚雷積載のために1901年に設置されたよ。このクレーンが設置されて3年後に日露戦争が起こるんだな。ライトを就航モードにしてみてみよう。動力部なども当時のまんま残されているからすごいな。夜の荒井烏子島を見てきたわけだが、なんで昼間に来なかったんだぜ。秘境にある亀が首飛車場を見学していたら夜になってしまったんだ。あ、亀が首飛車場も動画にしているから見てね。さて、せっかくなので海軍カレーを食べに行こうぞ。このチャンネルで食べ物を食べれるなんて珍しいな。おまけでポークソテーと海軍バーガー食べてやるんだぜ。じゃあ、今回の動画はこれで終わりにするぜ。ありゃまん食欲をちょっとは抑えてくれ。次回、広島県へ行った時は昼間の荒井烏子島へ行ってみるよ。ふふ、次回の食べ歩きも楽しみなんだぜ。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルは主に戦績動画をアップしてるんだぜ。チャンネル登録してくれたら嬉しいんだぜ。他の動画も見てね。